20日キコ。そしていろいろ省いているので、分かりづらかったらすまない。元旦那が浮気してた。しかも、私の通い帳にあった大学院に使うはずだったお金全部使われてて、残高200円。旦那に聞いたら、共有遺産でしょ？だから使ってやったって開き直り。しかも、共有遺産も全額使われてた。その場で通い帳もろもろまとめて、荷物まとめて実家に帰省。義実家には報告。きっちり締めてくれたのだけが救いでした。去年の年明けに別れられたが、一番の修羅場は、貢いでた不倫女が、元旦那と同じ職場でバイトをしていた高校生だってことだった。ちなみに、使われたお金はきっちり返してもらいました。慰謝料払うべき立場だって、元旦那と高校生がすごいわめいてたけど、どの口が言ってんだか。俺は、逆に元嫁に使い込まれた立場だけど、慰謝料も取れなかったし、使い込んだお金の返済もされなかったよ。子供の親権も取られて、養育費も払わされてる。3。マジか。どんまいです。私の場合は、子供がいないので、親権動向の問題はなかったな。弁護士と一緒に話し合って、裁判持ち込んで、元旦那と高校生からきっちりお金回収。高校生は、なんかバレて退学になったらしいけど、私は関係ないお話です。ちなみに、元旦那が逆上してで玄関壊してくれたのが、決定打で、そのまま塀の向こう。あと高校生となんかやってくれたらしいので、あと数十年は出てこれないらしい。他になんかやらかしてくれたらしいから笑える。共有遺産。共有口座のことです。原文ママで入れたので紛らわしくてごめんなさい。お互い月2万は入れて、100万貯まったら旅行しようねって話をしてたのです。原文ママって、どこかから転載してるの？転載してないですよ。元旦那が言い放ったセリフ、そのまま打っただけですがまずかったですかね。消えます。なんかいろいろ大丈夫？会社から、久々の休みでお酒入った勢いで打ってます。よくわからない文章投下してごめんなさい。高校生から慰謝料取って、旦那は数十年米の中？無期懲役相当の事件を起こしたなら報道されるし、何やったか知ってるでしょ。せいぜい十数年でしょ。酔っ払って数十年にしたのかもしれないけど、大違いだよ。大学院に使うはずだった共有遺産を共有口座に貯めてて、旅行しようねって話をしてた？大学院の費用は個人口座で、その他に共有口座があると読んだけど、でも個人口座でも結婚後の貯蓄は共有になるんだっけ？遺産って誰が死んだの？共有財産って書きたいん、じゃあ。結婚後に貯まった分は共有財産。高校生に手なんか出したら、離婚云々以前に隠行条例でアウトだけどな。弁護士も何も突っ込まなかったんかな。弁護士だと通報しないことで、何か問題にならんのか？